ら新執行部が記者会見場に入ります。衆議院の解散総選挙に集中するものとなります。それでは新役員による共同記者会見を開始いたします。冒頭総裁よりご発言がございます。総裁お願いいたします。四役の記者会見に先立ちまして、お時間をいただきまして、冒頭私より発言をさせていただきます。明10月1日、国会の主犯指名で内閣総理大臣に選出されれば、直ちに組閣を行い、政権を発足させたいと考えております。新政権はできる限り早期に国民の審判を受けることが重要であると考えており、諸条件が整えば10月27日に解散総選挙を行いたい。考えております。これは全国の選挙管理委員会などの選挙準備の観点から本日表明をさせていただくものであります。私からは以上です。次に質問に参ります。ご質問される方は挙手の上、所属とお名前をおっしゃっていただいた上でご質問をお願いいたします。総裁は次の日程上15時10分にはご退席されますので、2問までとさせていただきます。質問のある方、じゃあ手前の方。ちょっと読売新聞の杉山と申します。今回党総裁として衆院解散総選挙を表明することとなられたかと思います。で、解散権を持つ総理に就任される前ではございますが、こちら適切とお考えでしょうか。またこの選挙の準備以外にですね、表明を急がれた理由、こちらについてもお聞かせ願いますでしょうか。はい、お答えをいたします。今申し上げました通り、総理に選出されればという仮定の上で申し上げておるところでございます。ご指摘のように、今内閣総理大臣でないものがこのようなことを行いますのは、それはかなり異例なことであると承知はいたしております。従いまして、されればということを申し上げました。従いまして、これが不適切なものだというふうに考えておるわけではございます。で、この理由として何なのだと、選挙管理委員会など選挙準備の観点からというふうに申し上げました。それ以外に理由はございません。これが全国あまねくきちんと選挙は行われるということでなければなりません。同時に最高裁判所裁判官の国民審査を伴うものでございます。すべての国民に参政権に基づきます投票の権利が間違いなく行使をされるということは憲法上の要請からも極めて重要なものでございます。そのような理由でただいま申し上げたところであります。困ります。じゃあ NHK の佐久間です。よろしくお願いします。石破さん、以前野党の方々とも論戦を交わした上でご判断いただきたいというふうにおっしゃっていられることもありました。野党側はですね、すでに予算委員会で議論をしてから解散するべきであると反発をしております。予算委員会などを開催されるお考えはあるんでしょうかということとですね、もしされない場合、以前おっしゃられたように十分な議論は続いているというふうにお考えでしょうか。その点は私が総裁選挙の間に申し上げたことはその通りであります。従いまして、衆議院参議院におきます所信表明、それに伴います当然のことでありますが、質疑というものはきちんと行うということでございます。その他予算委員会あるいは党首討論、これも委員会形式でございますけれども、その開催につきましてはこれは国会のご判断というものがございますので、それに従いたいと思っております。いずれにいたしましても、
国民の皆様方にご判断いただける材料というものをきちんと整えるような努力は続けてまいりたいと考えております。それでは総裁、次の日程でございますので、はい、ご退席されます。開けてください。ご協力お願いします。ご協力ください。ご協力お願いします。次に各役員から就任にあたって一言ずつ挨拶をお願いいたします。その後平川クラブ幹事社より代表質問をいただき、その後、平川クラブ加盟社よりご質問をいただきます。ご質問される方は挙手の上、所属とお名前、どの役員に対する質問かをおっしゃっていただいた上でご質問をお願いいたします。なお会見は次の日程上15時40分までとさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。それでは副総裁よりご挨拶をお願いいたします。この度副総裁を拝命いたしました菅義偉であります。我が国は今や経済安全保障、少子高齢化など極めて難しい課題を抱えております。そうした中で石破新総裁を先頭に、そうした課題について取り組んで国民の皆様の負託にお応えをしていきたい、そんな思いで頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。続きまして幹事長をお願いいたします。幹事長を拝命をいたしました衆議院議員の森山裕です。まず申し上げたいことは、私はまさに尖閣被災であります。またどちらかというと高齢者の部類に入ります。しかし我が国は平均寿命がもう84歳を超えました。若い人の意見も高齢者の意見もしっかり受け止める政治をしていくということは大事なことではないかなというふうに思っております。石破総理が目指しておられる国づくりのために微力を尽くしてまいりたいと考えております。皆さんご承知の通り、世界の中の日本を考えましても、また日本の経済状況を考えましても、特に経済につきましては新たなステージへどう転換ができるかという極めて大事な時期を迎えておりますので、党内の融和に十分配慮しながら、また野党の皆さんとの協議もしっかりやらせていただいて、我が国の政治の間違いなきを期してまいりたいというふうに考えております。また皆様方のいろんな意味でのご指導ご意見を受けたまわれば大変ありがたいと思います。続きまして総務会長お願いいたします。先の総務会におきまして、総務のご選で総務会長に選任をされました鈴木俊一でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。私は2019年から1年間総務会長をさせていただきました。その時の経験も踏まえてですね、今回もしっかりと職務を果たしてまいりたいと思っております。ご承知の通り、総務会は自民党にとりまして常設の最高意思決定機関でございます。自民党は幅広い、政党であるわけでありますので、いろいろな法案等によりましては
まさにカンカンガクガクの議論が戦わせられるわけでございますが、いくらどんな激しい議論があったとしても一旦決まれば所属国会議員が全員それに従うという、そういう良き伝統が自民党にはございます。まさにその良き伝統をしっかりと守っていくためにも総務会の運営しっかりしなければいけないと思っております。船出いたします石破政権、党の立場からしっかりお支えすることができますように、私も総務会長という立場で頑張らせていただきたいと思っているところであります。続きまして政調会長をお願いいたします。政調会長を拝命いたしました小野寺一則です。はじめに能登地方での大雨により亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災されたすべての方々に心からお見舞いを申し上げます。能登半島地震からの復興の途上という中もあり、政府と連携し被災者地元自治体をしっかりと支援をしていきたいと思っております。政務調査会としては物価上昇を上回る賃金上昇を実現するため、新しい資本主義をさらに加速化していくとともに、物価高対策、子ども政策、子育て支援などこれまで取り組んできた施策を着実に実行してまいりたいと思っております。また現在我が国を取り巻く安全保障環境が非常に厳しくなっており、明日首班指名が行われるなど政権の移行期に入っておりますが、そうした中にあっても政府との間で連携を一層強化しつつ、隙のない体制を確保していきたいと思っております。さらに旧優生保護法に関する判決への対応や公職選挙法の改正など、現在超党派の議員連盟や与野党間の場の協議で議論が進まれておりますので、合意の整ったものから順次党内の議論手続きを進めてまいります。合わせて人口減少対策や地方創生防災体制の強化など、石破総裁が総裁選挙で掲げた政策についての議論も促進し、党の政策として仕上げていきたいと思います。先ほど石破総裁から衆議院の解散についての言及がありました。私どもとして解散に向けて速やかに政権公約の取りまとめに入っていきたいと思います。以上です。続きまして選対委員長をお願いいたします。改めまして石破新総裁より選挙対策委員長を拝命いたしました小泉進次郎です。選挙対策委員長の大事な仕事は一人でも多くの仲間を当選させることです。まずは最優先は目の前に迫っている衆議院の総選挙に向けて準備そして対応に専念をしたいと思います。そして来年は重要な参議院選挙も控えています。この参議院選挙についても参議院の方々とも十分に連携を深めながらしっかりと準備を進めてまいります。そしてまたこういった日でも常に全国では各級の選挙が地方の選挙も行われています。地方の組織としっかりと連携をしてこの各級選挙についてもしっかりと取り組んでまいります。最後になりますけれども、この選挙に向けて党一丸となって石破新総裁のもとしっかりと結果を残せるように全力を尽くしてまいります。党執行部の皆さん、そしてまた党一人一人の議員、そしてまた職員の皆さんとも連携をして党の力を最大限発揮できるように頑張ってまいります。なおあさってでありますけれども、このような状況でも能登の被災地の復興はしっかりと進めてまいりますので、私も能登に伺いまして現場にしっかりと耳を傾けてまいりたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。それでは質疑に入ります。平川クラブ幹事社より代表質問をお願いいたします。平川クラブ幹事社の朝日新聞の森木と申します。よろしくお願いします。改
たに役職に就かれた皆様にお伺いします。就任にあたりまして、石破総裁からどのような指示、声かけがあったか、また今後石破政権をどのように支えていくか、お考えをお伺いいたします。まず副総裁よりお願いいたします。石破総裁からは全体を取りまとめで、そうしたことを務めてほしい、そうしたご指示がございました。それと現在控えています総選挙や来年の参議院選挙に向けて、党内がしっかりと対応することができるように、そうしたことをしっかり行ってほしい、そうしたことがございました。続きまして幹事長お願いいたします。党内の優割に努め、来たるべき衆議院選挙、来年の参議院選挙でいい結果が出せるように、それぞれの立場で頑張ってほしいというご指示でございました。続きまして総務会長お願いいたします。総裁からは、先ほど申し上げた総務会の最高意思決定機関ということを踏まえて、総務会の運営において、しっかりとした決められる政治を実現してほしいという、そういうお話があったところでございます。決められる政治をするためにはまず議論が必要です。総務会におきましては、時間の制約はあるかもしれませんけれども、意見のある方にはとことん発言をしていただきたいと、それを通じてしっかりと石破政権支えてまいりたいと考えております。続きまして政調会長お願いいたします。石破総裁からは、石破総裁が総裁選で訴えた、日本を守る、国民を守る、地方を守るなど、日本の未来を守り抜く政策について、党の政策としてしっかり仕上げていただきたい、そして解散・総選挙に間に合う素晴らしい公約を作っていただきたい、そのような指示を受けました。続きまして、選対委員長お願いいたします。石破新総裁からは、まず一人でも多くの仲間を当選をさせること、そのことに全力を尽くしてもらいたいと、そして副総裁、幹事長、政調会長、総務会長、執行部一丸となって全力で選挙に当たってもらいたいと、私としてもそういった新総裁からの思いを受けて、全国の選挙で現場の地方の多くの方々の声を伺う機会も多いですから、そういった現場の声、地方の声をしっかりと党の執行部に持ち帰る、選挙の対策委員長という立場で、そういったことの役割もしっかりと果たしていきたいと思います。それでは平川クラブ加盟各社よりご質問のある方は挙手をお願いいたします。すみません、NHK の佐久間です。まず森山幹事長にですね、事務的な確認させていただきたいんですが、先ほど石破総裁は27日に解散を行いたいということでしたが、これは9日の衆議院の解散、15日の公示、27日の投開票で間違いないかということをお伺いさせてください。それとあと各役員の方にお伺いしたいんですけれども、去年末からですね、政治資金パーティーをめぐる問題でですね、自民党は国民からの信頼を欠いた状態となっています。信頼回復に向けてどう取り組まれていきたいのか、それぞれのお考えを教えてください。それではまず幹事長お願いします。
国民の皆さんからの信頼回復に向けてはさらに努力をしていかなければならないと考えております。もう一つ最初は何ですかね。27日の解散の投開票、27日の投開票ということを先ほど総裁が述べられましたが、そのためにはやはり15日の告示ということになるの、公示ということになるだろうと思います。じゃ逆算をしてまいりますと、1日に召集をされるわけでございますから、まあ、その後の日程については現場で協議をして決めていくということになると思います。予算委員会等についてのご発言がありましたけれども、やはり国会の審議というのは本会議での議論というのが非常に大事だと思っておりますし、まあ、そのことは所信に対して衆参で代表質疑をお受けになるということも現場で協議が始まっていくんだろうと思います。また予算委員会にするのか、あるいは党首討論という形でやるのかと、まあ、いうこともいろいろ選択があるんだろうと思いますが、そこは現場での協議をしっかりやっていただけるだろうと思っておりますので、27日に投票という前提で、考えていくということに尽きるんだろうと思います。それでは副総裁お願いいたします。政治資金の問題については先の国会で法案を作り、そしてそれに基づいて実行していく、それだけでは足りなくて、今度の選挙戦においても地元で支えてくださっている皆さんからしっかり意見を聞いた上で対応していくということが大事だというふうに思っています。続きまして幹事長お願いします。総務会長お願いします。自由民主党政治資金をめぐる問題で、国民の皆様方から大変大きな政治不信を受けているところでございます。それに対して先の国会においても規制法の改正等を行ってきたところでありますし、党におきましても、党則にのっとった対応をしたところでございます。しかし政治不信を解消するということには時間がかかると思いますけれども、しかしそうした我々が反省の深い反省の上に立って行動していく姿をしっかりとご理解をいただく、そして石破総裁も総裁選挙の折にルールを守る自民党でありたいと、こういうこともおっしゃっておりました。決められたそれぞれの規制法におけるルール、そういうものを決して逸脱することないようしっかり守っていく、その積み重ねによって政治不信というものを解消すべきであると、そういうふうに考えます。続きまして政調会長お願いいたします。私も今回の解散総選挙においては、この政治資金の問題については大変大きな国民の関心事、そしてまた判断の材料ということになると思っています。石破総裁の総裁選公約でありますルールを守るということ、これをしっかり今回も公約の中に入れ、そして国民の信頼回復につなげていきたい、そのように思っております。続きまして選対委員長をお願いいたします。私は今回の総裁選の中を通じても石破新総裁ともこの政治と金の問題議論を深めてまいりました。そういった中で今回石破新総裁の下で
早期の解散、こういった判断、思いの中には、やはり今まで党の中での処分、そして岸田総理のトップとしての責任を取る形での退任の表明、こういったことを受けてもなお、やはり今まで訴えてこられた、石破新総裁が訴えてこられた政策も含めて、国民の皆さんに審判を仰ぐ、その基盤の上に政権を進めて、政策を前に進めていきたいという、まさにその信頼回復をしっかりと国民の皆さんと共にスタートしたい、そういった思いだと私は受け止めています。そのための一員としてしっかりと頑張ってまいります。他にご質問ない方。すみません、共同通信各社です。森山幹事長にお伺いします。政策活動費の在り方について総裁選では廃止も含めて議論になりましたが、今後の運用についてどのようにお考えでしょうか。あとすみません、今回の党内の人事で、最高顧問が創設され、麻生太郎前総裁が選出されましたが、これの創設と選出の理由についてもお伺いできればと思います。よろしくお願いします。それでは幹事長お願いいたします。麻生先生が党の最高顧問をお引き受けをいただいたことは大変ありがたいことだったと思っております。長い間の政治経験を持っておられますし、また総理としても経験を持っておられますし、時々私もご指導いただくことがありますけれども、私にはない視点でものを見ておられる、そして国家の繁栄のためにいろんなことをお考えになっているということがよくわかりますので、大変最高顧問をお引き受けをいただいたことはありがたいことだったと思いますし、また石破総裁が新しく最高顧問としての位置づけをしっかりされて任命をされたこともいいことだったなというふうに思っています。また政治資金の問題等につきましては、前回の国会で法律が成立をしておりますけれども、その中でも今からまた決めていかなきゃいけないこともありますし、その議論をする基礎は岸田総理の主導によって党としては出来上がってまいりましたので、野党の皆さんの意見もしっかり聞きながら位置づけをしていくということが大事なことではないかなというふうに思っています。わかりますね。毎日新聞の川口です。森山幹事長にお伺いします。今回の新大選の陣営ですけれども、総裁選で最後に石破総裁を支持したと思われる方が多いようにコメントに受けられます。高市候補との票差はわずかでしたけれども、今後幹事長としてどのように国政体制を築いていくお考えか教えてください。幹事長お願いいたします。自民党の長きにわたる歴史の中で最も誇れることは、一旦決まったら、それまではいろんな議論をしますけれども、一旦決まったらみんなでそのことを実現をしていこうという歴史を自民党が作ってきたことが、私は素晴らしいことだと思っています。そういう組織の中で我々は政治活動をしてきたわけですから、それは総裁選挙でお互いに意見を述べ合い戦いましたけれども、結論が出たわけでございますので、その結論にはみんなが真摯に謙虚に向かっていくということが大事なことだと思いますし、
それは国会議員の皆さんをはじめ党員党友の皆様もご理解をいただいていることではないかと、そう思っています。他にご質問ある方。読売新聞の重松です。幹事長にお伺いいたします。政治資金収支報告書の被災議員の次期衆院選における公認について伺いたいと思います。10月27日に投開票というふうになりますと、非常に時間がタイトかなというふうに思われますけれども、いつ頃をめどにこの公認非公認この結論を出すお考えなど日程化を伺いたいのと、この非公認公認非公認どういった判断基準を想定されていらっしゃるでしょうか。公認問題につきましてはまさに党の選挙対策委員会の中でいろいろ議論をし決めていくということになると思います。まあ今はそうではないのでありますが、昔は公認という人もありましたし、また推薦という人もおられましたし、党籍証明中のもというのも中選挙区の頃はあったなということを今思っておりますが、まあいろんな歴史的なことも検証しながら国民の皆さんの信頼に値する公認候補の決定を考えていかなければいけないのではないか、そう思っています。テレビ東京の白石と申します。よろしくお願いします。小野寺政調会長でございします。石破総裁は秋の総裁選の中で日米地位協定の見直し、アジア版などの設立など2つの大きな安全保障政策の実現を公約として掲げました。この2つの政策の実現可能性について小野寺政調会長の考えと、今後政調内での続きなど別途議論する場を設けるお考えがあるのか教えてください。日米、地位協定の問題については長い議論があったかと思いますが、ただその中でやはりこれを改定すべきという声があることも事実であります。今回、新総裁の、発言の中でそのような問題が言及されておりますので、私どもとしてはそのことの議論を進めていきたい、そのように思っております。またアジア版の NATO の議論がございました。私どもとしては安全保障環境を十分なものにするためにはなるべく多くの仲間づくりが大事だということ、今回のロシアのウクライナ侵略におきましても NATO がかなりまとまってこれに対して対応しているということを見れば、侵略を防ぐような安全保障環境を築くためにも私どもとしてこのような大きな塊、枠組みを作るということは大切だと思います。いずれにしても総裁のご指示があれば私どもとして議論していきたいと思っています。他にご質問は。フルームタープニュースの萩原です。幹事長及び小泉選対委員長にお伺いしたいんですが、新大会長を掲げる次の選挙では多様性の担保も意識して取り組むご予定でしょうか。自民党は10年以内に 30% の女性比率を目指していますが、今回始めていかないと毎回数十人規模で増やしていかなきゃいけないことになると思うんですが、比例名簿などの配慮など何か念頭にあればお聞かせください。それではまず幹事長お願いします。政調と選対委員会で協議をしていくことになると思います。続きまして選対委員長お願いいたします。まず今ご質問の中にあったこれから女性議員の数をどのように増やしていけるか
そういったことはしっかりと今までの経緯も踏まえて進めていければとは思います。一方でですね、先ほどもご質問があった通り、今我々が置かれている状況は信頼をいかに回復するか、この中で女性の方もそして男性もそして若者も自民党から出たいと、自民党の議員になりたい、そういうふうに思われる党に我々は生まれ変わっていかなければなりません。目の前の選挙大変差し迫っていますので、最大限の努力をした上で最高の自民党のチーム自民党が作り上げられるようにしっかりと努力をしてまいりたいと思います。すいません、時事通信の水谷です。小泉選対委員長にお伺いいたします。先ほど森山幹事長からもお伺いしましたが、被災問題に関係した議員の方の公認と非公認については、はい、小泉先生も総裁選の中で議論に参加しておられましたが、今回選対委員長となられての考え方を改めてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。まあ、今の件、先ほど幹事長が申し上げた通りでありますけれども、まず事実関係から言うと、今ここの私も含めて全ての自民党の国会議員現職は誰も公認者はまだいません。この解散になって正式に公認プロセスを進めるっていうのが手続き上の、まずは事実です。そういった中で、今私も神奈川県連の会長でありますけれども、都道府県連、この県連に対して不記載の件も含めて厳正な審査の上、改めて期間決定をしていただき公認申請をしてもらうように今依頼をかけているところです。このような手続きの中で、やはりどんな時でも歯を食いしばって自民党のことを支えていただいているのが地方の組織、そしてまた現場の有権者の自民党の党員の皆さんであります。そういった方々の思い、こういったものもしっかり踏まえた上で、総裁はじめとして幹事長と執行部において最終的には厳正に判断をしたいと考えております。それでは所定の時間となりましたので、以上をもちまして会見を終了させていただきます。ありがとうございました。この後写真撮影となりますので、前に役員の方、はい、どうぞここでお並びに、はい、お願いいたします。Thank you.